では、今日はみんなに夏休みの宿題で出していた将来の夢の作文を発表してもらう。では、まず、吉田。はい。ゆいちゃんへ。吉田つよし。僕は前からゆいちゃんが好きです。えいつから好きかというと。まち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 。まちまちまち。小学校一年生の時です。まち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 。ラブレター読んでるなんで止めるんですか教室の中心で愛を叫んでいたからだ。作文読ませてくださいよ。将来の夢についての作文を書きなさいと言いましたけども、先生は。はい。はい。何がはい。では、読みます。 ゆいちゃんへのお手紙を書きなさいって言ってません先生え将来の夢の作文書けって言ったのはいはいじゃないよ健康用紙30枚書いてきましたい,ないよ要んのやつ作文でもそんなに書かないしラブレターでもそんなに書かない止まらなくて思いを綴ったら止まらなくて小学校5年生だよね他の宿題は一切やらずに仕上げたんですよあじゃあ君宿題ゼロだこれもできてないから実質ゼロだ作文は書いてきましたそれ作文とみなしません全てゼロです君は ゆいちゃん、君は僕に人を愛する大切さを教えてくれました。勝手に続けないでください。あなたのぬくもりを感じたいと、いつも思っています。え、小5ですよね。小5のラブレターそんなんじゃないんですよ。あなたと接吻をしたい。チューって言いなさい。正5なら。それでは一曲聴いてください。激しく接吻。聴かないです。やめてください。聴いてください。ダメです、もう。ラブレターはもちろん、ラブソングもダメです。もういい。君は改めて書き直しなさい。じゃあ次は、小田。吉田にこんなこと読まれて恥ずかしいだろうけど、読めるか作文。<laughs> 吉田はいはいはいどういうことだ吉田君への愛を伝えます君もですかねえ君ら思春期じゃないのまだ普通恥ずかしいでしょこんなこと恥ずかしいことをしてる自覚元愛を語らない方が恥ずかしいわおいアメリカかおそれでは聞いてください愛はビタミンやめてくださいラブソング何ですかこのクラスはあれ先生夏休みの宿題ラブレターとラブソングって言ったっけどういう状態今読ませてくださいいやもうダメです君も提出し直しなさいあじゃあ後ろの席の名前呼んではいタイトル 家族と焼き芋いっぱい食べた。こう,うこういうの、こういうの、昭和の夢って。そばにいたいよ、チャネのためにできることチャンネル登録者になるから。いつもチャネルに、ずっとチャネルに、チャネて,て,て。